ついにね、堂本剛くんのエンドリケリーのツアー日程の方はね、発表になりましたけれども、まあ、ひとまず、第一弾というね、形で発表されていたところがミソかなとも思いますが、まあ、今回もね、バースデー公演、4月10日と11日、そしてね、またデビュー日にも、5月29日にもね、奈良であるといったことで、まあ今回でもいろんな箇所で、フットワークね、軽く。でも今この日程を出すということはかなり前からやっぱり決まっていた、ことだともね、思いますんで、いろんなことをほんとね、動いてたんだなっていうのを改めて実感しますけれども、でもこう長いことね、申し込みっていうのも、我々はね、まあ、本サイトというか事務所のサイトでやってまいりましたんで、なんかこう、チケットピアのサイトに行くというのが、なんかこれから当たり前になってくるのかなっていうふうに。で、ちょっとこれ疑問というか、まあ、皆さんもそう思ったと思うんですけど、ライブのね、公演申し込む際に、第二希望を入れずに1公演ずつ申し込んでたっていうのが、多分皆さんはそれが当然みたいになってたと思うんですけども、こうチケットピアってちょっと申し込み方違うじゃないですか。第二希望を込みでなんか両日行きたいみたいなのと、第二希望とどっちかに、みたいなんと、パターンありますけども、これ、どうなんですかね？これは2つ申し込むとアウトみたいなパターンになっちゃうのかな？なんか、改めてそのルールをね、ちょっとまた皆さんが見直さなきゃいけない。多分僕も迷ったぐらいなんで、皆さんも同じ風に迷ったと思うんですけども。うん。まあでも、もともとね、そのバースデー公演なんかほんとキャパも小さいですから、うん、行けるだけラッキー、両日行けるなんて思ってませんけど、まあでもどっちか入れたら嬉しいな、なんていう風にはね、思ってます。けども、うん、あとやっぱツアーの日程一応まあ出まして、さっきも言いましたが、まあ、第1弾といったことで一応6月まで出てますけどもね、この7月が空いてるとこがミソと言いますか、まあもちろん光一さんのスケジュールもね、ショックがありますから、あれですけれども、でもやっぱこう事務所は移ってもこのリズムが継続してくれてるっていうのは、なんかちょっとやっぱ期待というか、希望が持てそうなね、感じはちょっとしておりますけれども、どうなりますかね。うん。でも、まあ、第2弾といった形で、それが、やっぱ夏から秋にかけて動き始めるっていうのもね、皆さん慣れてると思いますが、まあ、どういったリズムになってくるのか、ちょっとね。とまあね、先日のラジオで光一くんの方からもね、そういった、お話しされてましたけども、うん、やっぱ、ね、いつも言ってますけども、我々が思ってる以上にやっぱ複雑な、ね、立場でいらっしゃるんだなっていうのをね、改めて思いますけれども。うん、まあ、だからファンとしては、この2024年はちょっとこう、変化に慣れていく年というか、うん。で、25年からなんか改めて仕切り直すんじゃないかな、なんていうふうにね、勝手にちょっと思っておりますけれども、うん。でもやっぱこう形あるものはやっぱね、変化していくものですから、うん。やっぱ終わらないというのが一番我々にとって何よりのね、大ニュースでございますので、引き続き見守りながらですね、そして、ある公演を楽しみながらね、今年も過ごしていけたらなと思っております。はい。といったわけで、今週も参りましょう。レディオで、はやチャンネル。まあ、あと今週ね、起こった出来事といえば、かねてより申し上げておりましたの P グッズ、ね、KinKiKids の P グッズの方が発送が始まったといったことで、まあ、早速 C 賞からですか、ね、ポイス、フックキーなんとかってやつですね、はい、あれがまず届いたといったのがね、上がってましたけども、そして直近では B 賞ね、ポーチが当たったよっていうのもね、SNS でつぶやかれてる方、見ました。はい、残すは A 賞でございますけれども、なんか僕のイメージだと A から届いて B、C みたいな感じだったんですけども、逆に A が最後だったんですね。そう、それで僕のね、 YouTube の方でも一回募ったんですけども、まあ僕当たりませんでしたので、まあその A、B、C 賞で良ければ実物を見せていただけませんかというね、撮影に協力を依頼しました。で、まあ、いよいよ届け始まりましたんで、来週ぐらいに、まあ A 賞がもちろん届いてればの話ですけれども、来週ぐらいにちょっとね、協力いただいて撮影をしようということで今一応進めております。はい、ですので、動画で見る方はちょっともうちょっとね、お待ちいただければと思いますが、まあ
改めてこれを開催した際にはですね、またそのお話をするんですけれども、まあでも開催するにあたっての、なんか自分がいつもこうフラットに撮る感じとはちょっと違うじゃないですか。やっぱ皆さんお招きしてなんで、なんかね、変な雑居ビルでってわけにもいかないかなってちょっと思いまして、ちょっと今そこはいろいろと試行錯誤、しておりますので、はい、まあ、その辺も決まりましたら、皆さんにお伝えするのと、皆さんには動画の方で楽しんでいただければなと思っております。今のところね ABC と、協力いただける方にお声掛けいただきましたので、こんなこともないですよね。うん、やっぱあの YouTube やっててよかったなっていうふうに改めて、思う瞬間でもありますので、うん、それでまあ、僕は別に見るつもりはなかったんですけども、まあこれもちょっと外部からね情報で、入ってきまして、ね、これ2000面ずつのだから6000人しか当たらないって相当貴重なものなんですけれども、まあ残念ながら転売ヤーが現れていると言ったことでございまして、もうねだからそういう人に当たってほしくないのよ本当にね。やめてほしいわ。いや、どういうつもりで申し込みをしたんだ。もう、悲しいよね。まあ、少ない人数なのかもしれないですけども。それでまあ、売る方も売る方、そして買う方も買う方です。まあでも残念ながら、売り手も借り手もですね、この YouTube のチャンネルには多分見に来てないと思いますんで、これの声は届かないんですけども。マジでもう、そんなにだから、転売までして買って、たやつを手にして嬉しいかっていうのもねありますし、そのお金を得た人もね、それで嬉しいんかっていう、まあ、嬉しいからやってんのかね、もう一生は今見れないですけどもね、そういう人とは。でもこの申し込むにあたってね、アルバムもシングルも、購入してね塗るわけですから、ファンなんですよ、きちんとファンなのに、やっぱそういうねことをする方がいると、はあ本当にね、そういったとこに行くんだったら、自分のとこにね、来て欲しかったな、っていうふうに、改めて強くね、思いますけれども。でもやっぱりその、買い手がいるから、向こうがね、調子づくわけであって、皆さんがやっぱ、その、不買運動というか、買わないというのが、きちんと統一されてれば、成立しないことなんでね。そう、だからやっぱ売るやつはどうしても出てきちゃうから、皆さんで買わない。これをもう徹底するしか、ないなと思います。本当にだから、買ってる方、いるのが悲しい、ですし、もしこのチャンネルをね、たまたま見てこの話を聞いていたら、本当にちょっとやめていただきたいなと、思う限りでございます。はい。まあ何せよ、ちょっとね、現物ではないですけれども、まあどんなものかっていうのを、近々動画の方でご紹介していきますんで、皆さんもね、お待ちいただければと思います。そして、ご協力いただける皆様、何卒よろしくお願いいたします。レディオで、はやチャンネル。はい。というわけで、先週、シャープ96にいただいておりますコメントの返信の方、行っていきたいと思います。まずは、チーホツさん、いつもありがとうございます。まああれですね、前回お話ししていた YouTuber の方、 YouTuber と言っていいのかあれですけども、方を紹介しています。こちら、近畿ファン歴28年の YouTube やられている男性の方、ここまで全く僕と一緒ですね。それ漫画家の方なんですって。ねえ、そうなんだ。そういった方で近畿が好きと言った方がいらっしゃるというのが一つと、あとは、ラジオをメインにやられているこじらせ平成夜話でいいんですかね。はい。こちらも、まあ、男性2人でやられてる感じですかね。まあ、ラジオコンテンツなんで非常にその辺はだからコラボしやすいんじゃないかなといったようなことで、紹介していただきました。ありがとうございます。うん。まあ、共通して言えるのは、まあ、お二方ともあれかな。その、つよしくんの、こととかが話題にやっぱ上がってきてると言ったことでございますので、うん。まあ、こう、コラボしてみてはどうかというね、100回記念の、アドバイスでございます。ありがとうございます。そして、太鼓さん。ありがとうございます。太鼓さんからです。ちょっと、お叱りというか、岸さん、お疲れ様です。私はどちらかというと、光一くんよりです。光一くんのファンはあまり来てないと言われてましたが、しっかり聞いてますよ。 P グッズの公開や銀テープの抽選楽しみにしていますと。そしてもう一言、年配の人お金持ってるって言われましたが、私は持っていませんありがとうございます。まあこれちょっと僕も言葉にあれですね、ちょっと語弊を生むような感じありましたけども、
まあ、YouTube をね、まあね、もちろん見ていただいてるっていうのは非常にありがたい、限りでございますけれども、このラジオを聞くっていうね、わざわざこの YouTube のラジオを聞いてくれてるっていう方は、少ないんじゃないのという意味合いもありましたんで、そうそうそう。だから、そこまで聞いていただいているとはさすがに思ってみませんでした。はい。いや、ありがたいですよ、本当にね。で、まあ僕の、ちょっと確かにこれも良くないですね。年配の方お金持ってるなんていうね、決めつけをしてましたけどもね。でもやっぱりどうしてもこう、ね、やっぱ若い時に比べるとお金をこう費やす部分っていうのが減ってきてるんじゃないかということもあったんですけど、良くないですね、こういうね、偏った意見。これ発信する身としてちょっと反省いたします。はい、またお叱りがあればぜひよろしくお願いいたします。そして LR さんありがとうございます。ロボット配達ね、ウーバーイーツのロボット配達、最近ニュースにもなってましたが3月から始まるみたいですね。見かけたら初めてのお使いみたいな気分になりそうと、テレビでもね、放送になってましたが、やっぱそれを追う取材人みたいなのもねいましたけれども、うん、なんかやっぱりルールは限られるみたいですね。近い範囲でっていうようなことで、あれがでも街中走って避ける方の身、うん、まあこれからでもどんどん事件事故は起こるでしょうね。そのロボットに関する、うん、当たり前にはなっていかないんじゃないかなと思いますけれども、まあでも今後の動向をねちょっと楽しみにしたいなと思っております。はい。そして、ゆだかさん、ありがとうございます。100回記念何がいいかずっと考えてます。すいません、なんか頭使わせて申し訳ない。ドヤみたいに、ね、キンキキッズどんなもんやみたいに、新しいジングルとか、短めのテーマソング作ってほしいです。オープニングとエンディングに流すやつ。あー、なるほど。これね、なんかそのお化けコンテンツにね、あやかってみたいな感じで、ちょっとそれ多いですけども、一番最初の方ね、この、ラジオ始めますって言った時は、なんかね、作ったんだよね。エンディングの曲みたいの。すごい、だから遡ると多分聞けると思うんですけど。で、歌詞はなかったんですよ。ラララで、なんかその思い浮かんだやつを、メロディーに乗せて一応作ったんですね。ギターで作ったんですけども、そのパソコンを変えたタイミングでその音源がどっかぶっ飛んじゃいまして、でも、そっから、歌い直す気なかった感はあるんですけども。うん、でも、ちょっとこれは確かにね、僕ももう、毎回、そのね、人様が、フリー音源で出されてるのをうまくこう使わせていただいてたりするので、確かにね、あってもいいのかな、オリジナルで。ね、短いやつだったら、うん、でも、やるやつと凝り出しますからね。やるならもう着手しないとちょっと間に合わないんじゃないかな。4月からね、思いますけれども、ちょっと、考えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。で、オセロットさん。悟空の、アイコンのオセロットさん。DB 地下研究所見に行きました。あ、この間のライブ来てくれたんですね。ありがとうございます。最後、やられるとは思いませんでした。僕がね、先週話しましたけどもね。こんな大人になってから、金的を食らうと思わなかったというふうに言ってましたけども。いや、でもありがたいですね。こうやって、ライブに来ていただいて、できればライブの感想とかもね、いただけると非常に嬉しいです。で、まだ、日程の方、はっきりとは出てませんけれども、また第2回を一応やる方向で動いてますのでね、ぜひ、なんか以前にも増して、ちょっとこう企画とか、なんかそういったものをどんどん自分で出せるという、出してやっていこうってことになってますんで、はい、ちょっとその辺も楽しみに、もしよければ第2回も、見に来ていただければと思います。はい、そして、あさりさん、ありがとうございます。フリップのイラスト、DB ライブのティッシュケースも一発書きですか、コントのハードな方の絵もすごいクオリティだったので、1回だけならもっとしっかり見ておけばよかったです。東村プロライブは、目かっぴらいてみます。僕ライブでイラストを描いたんですけど、東ブロッパのライブでも描くこと前提になってますけどね。ウーバーロボめちゃめちゃ気になります。ロボが道中トラブった時は近くの配達員さんに助けてって依頼が来たりするのかなと。ありがとうございます。いやでもね、本当にライブでね言いましたけども、その絵を1回で終わっちゃうっていうのは本当にね、費やしてる時間からすると非常にちょっともったいないなと。本当に映る時間が一瞬ですからね、うん、皆さんにお披露目するのは数秒の、ことで毎回書いてますけど、まあでもフリップをね使う人はやっぱそういうもんですよ、うん、まあでももしかしたら使うかもしれないし、
また新しいものをね、書くかもしれないし、フリップ使わないかもしれないし、その辺はちょっと楽しみにしていただければと思います。そして、ロボのね、そこ僕も思いました。近くでロボが止まってますみたいな依頼が我々に来るんじゃないかなっていう。だってね、その辺配達員はやっぱうろうろしてますから、なんかそういう依頼、報酬ありで来るんじゃないかなって思いましたね。そのうち。でも、まあ、まだ多分エリアがそこまで拡大しないので、まだ今んとこ社員さんがついていってんじゃないですかね。はい。そして、ともこばさん、ありがとうございます。100回記念、東村先生出てくれないですかね？出るか。ゲスト豪華すぎですかね。あと、お祝いのボイスメッセージを各所から集めてキッシーがコメントする。あー、なるほどね。確かに確かに。こういうのよくありますね。芸人さんをはじめ視聴者さんとかからも集めて良さそうなものを紹介する参加型お祝い企画。準備大変ですね。最後はあえての配信ラジオ顔出ししない X のスペースみたいな感じでひたすらコメントに答えるラジオ。あー、なるほどね。いくつかトピックは用意しておいて、それについての質問をしてみたりどうでしょうと。いや、ありがとうございますね。この X のスペース、よくやってる方いますよね。今何人参加中みたい。あれ、どうやるの？めちゃめちゃ怖いんだけど、あれ。まあでも、あれよね。だから、インスタライブとか、そういうのの声版ってことよね。声だけでやる版ってことでいいのかな。ありますけどもね。でもあれもなんか、有料制とかになってからいろいろなんかね、制約がね、なんかごまごましてますけども。まあでも、おっしゃる通りこれね、非常にいい案はいただいてるんですけども、まあでも、めんどくさいなっていうのがありますね。準備がね、必要なものが多いかなって。でももうほんとね、やるならそろそろ動かないとなんで、はい。ありがとうございます。東村先生は出ません。それはもう先に言っておきます。ありがとうございます。はい。そして、ダンボさん、いつもありがとうございます。ダンボさん、先日、ラジオでダンボさんって読まれてましたけど、このダンボさんですかね？どうなんでしょう？すごい。もしそうだとしてすごいですね。ここに来ていただける方はね、どんなもんやの方にも採用率が高い。非常に私としても嬉しい限りでございます。はい。違ったらすいません。キッシーさん、フェスの様子や感想ありがとうございました。ケリーの新しいファンクラブのファンクネーム、キッシーさんは何にしたのかが気になります。私は、ダンボンダにしました。ダンボだけではファンクでも何でもないので、上から読んでも下から読んでもダンボンダっていうのと繰り返し言うと呪文みたいでいいかなと。ちなみに私は3次元の推しが剛くんで、2次元の推しが某夢の国のキャラクターのダンボちゃんです。いえ、もうアイコンに出てるから。ね、グッズをたくさん集めてますと。ありがとうございます。もうここまで濁すぐらいなら書いてほしかったですけどもね。ありがとうございます。そうなんだ。いいですね。ダンボンダ。ね。こういったネームセンスがあると非常にいいですね。僕はだから、本当にそのファンクネームって急に問いかけられたじゃないですか。もともとだからライブとか行って、剛くんに決められた人とかもうパッと決められるじゃないですか。あれも本当非常に羨ましいなと思うんですけども。だから、なんかおととしとかの遡ると、まあ、僕は剛くんのことをずっとリスペクトしてこう追ってるから、なんかミスターコピーとか、なんかそんなんだった気がするんだよな。考えてたのは。でも全く覚えてなくてそのことをね。で、ファンクネームって急に問いかけられた時に、まあ、腰が痛かったんですよ、その時に。まあ今も痛いんですけど。そうなるともう一生これ腰痛いのかなっていうので、腰痛っていうのを、その、YO ね。YO の2を2にしたかったから、YO の TWO ね。YO2 だね、だから。ミスターつければよかったな。YO2 です、私は。はい。なんで、YO2 と呼んでいただいても構いません。そういう芸名にしたろかな。ダンボンダさん、ありがとうございます。はい。皆さんもやっぱファンクネーム急に問いかけられて困ったろうな。そして、キシちゃん、ありがとうございます。キシさん、こんばんは。いろいろお忙しくて大変でしたね。その間に、動画やピーグッズ、銀手のことなど考えてください。頭が下がります。楽しみでしかないです。ここ数日、初めてコロナに感染してしまい、あら、TV、
SNS から離れていました。つよし君のツアー発表、やっぱり終わってしまう、ブンブブン、こうちゃんのテレビ出演などいろいろ情報が入っててびっくりしました。今も匂いがありません。あ、そういうあれ出ちゃってるんですね、後遺症が。キッシーさん、皆さん気をつけてくださいね。東村プロライブ、あ、東村ライブはまた配信あれば見させていただきますねと。はい、配信ありますよ。ありがとうございます。そうなんだ、大変でしたね。やっぱこう遅れてからコロナに感染してしまう、ちょっとやっぱ油断をね、してしまったくらいに来てしまうっていうのもありますけども、うん、ちょっとね匂いに治るといいんですけれども、うん、でやっぱコメントでもねいただきました、こういちくんの、テレビ出演が結構ねポンポンポンと続きますんで、ちょっとね芯に触れた話とかも中井くんのとことかでしてくれんのかななんていうのもあって、楽しみなね部分はありますけれども、はい。でもそんなね忙しい中考えて頭が下がりますなんてそんなことはないんです。はい、もっと考えなきゃいけない、本当ねそう思っておりますので、いつもありがとうございます。そして K-by3 さん、100回記念ゲストを呼ぶと YouTube 相互出演やギャラの問題が出てくるのですね。ここはシンプルに私がキッシーさんに聞きたいことを考えてみました。おお、堂本剛さん、堂本光一さんそれぞれの魅力と近畿キッズになった時の魅力を改めて語ってほしいです。近畿キッズになった、私は近畿キッズになったんですか。近畿キッズファンだよね、ファンになった時の魅力かな。うん、まあ、キンキキッズの魅力でいいのかな。うん、今までもたくさん愛を語っていただいてましたが、改めて濃縮版を聞いて再確認や再発見をしてみたいです。これ深いですね。うん、100回記念改めて語るっていうね、いうのもありますけど、確かにな。でも常日頃からやっぱりね喋ってますから、改めてって言われるとなんか一番難しい質問をいただいてる感覚もあるかな。うん、いつもこう断片的にお話ししてるからね、そこを凝縮してってことでもありますよね。ありがとうございます。まあ、一つの、一案として、こちらに、届いてますので、はい、ありがとうございます。さあ、ここから何がどうね皆さんの意見で採用されていくのかというのもありますけれども、はい、といったわけで、まあ、改めて、告知させていただきます。まもなくこの、週1回行っている YouTube ラジオシャープ100を迎えようとしております。その100回記念にやってほしいこと、うん、まあ、こんなことしてみたらどうですかっていうようなことをね、まあ、ちょっと実現可能かどうかは置いておいて、まず皆さんはどんなことを望んでいるのかというのを、お気軽にコメント欄にいただけますと幸いでございます。ちょっと準備期間とかもあったりするものもあるので、一応まあ募集は、今週分で終わりかなと、来週の終わりぐらいまでにはもう決めていかないといけないかなと思っておりますので、はい、もしよろしければ、コメントの方よろしくお願いいたします。合わせましてこのシャープ97にいただいているコメントの方は来週シャープ98でお返しいたしますので、ぜひお気軽にコメントよろしくお願いいたします。リアルにレディオでチャンネル。今週の配達情報でございますが、ちょっと番外編のお話になります。しょっちゅう番外してるけどね。あのね、そのまあ、いつもやってる配達とは別に、ちょっと新しいことをですね、やり始めまして、皆さんも見たことあると思うんですけど、まあ、駅とかコンビニとかに、バッテリースポットみたいなのわかります？携帯の充電がなくなった時に借りるやつ。見た目ちょっとなんかこう、水色とか青っぽいやつね。まあ、チャージスポットっていうやつなんですけども、うん。あれを、量が多いとこから、量が少ないとこに持ってくっていうだけの、まあ、バイトね。あれがあるんですけども。で、それが、その、ま、配達とかやってると、ね、都内こう走ったりするから、結構その、並行してやるにはいいよっていう。時間とか決まってないんですよ。いつ取り行ってもいいし、いつ補充してもいいしっていう。うん。ただその保有期間は一応あるんだよね。バッテリーをそこで抜いて、例えばじゃあ2本持ち帰りましたって言ったら、それを2週間以内にどっかその求めてるとこにスタンドを立てないといけないっていうね。うん。で、そのスタンドに立てた瞬間に一応報酬が発生するという。うん。で、そのバッテリー1個につき、都内だと55円もらえるということなんですよ。で、まあその、ちょっとその、
1日のお昼ご飯の足しぐらいになればいいかなと。1日まあね、6、7個やれば、ちょっとお昼ご飯の足しぐらいになるかなっていう感じで、ちょっと登録してみたんですよ。で、登録も結構もう簡単で、それでなんかリモートの説明会みたいなのを受けたら、それでもう OK みたいな感じなんですよ。そう。それでアプリを開いたら、まあ地図が出るんですよ。Google マップみたいなやつが。で、そのマップ上に、まあここに何個余ってます。で、ここにいくつ補充してほしいですって、マークがこう数字で出るんですけども。まあ、これがですね、まあ私が住んでるこの都内の方ではですね、その余ったバッテリーあると、すぐとにかくさっき言ったみたいに14日間保有期間あるから、まず取りに行かないことには始まらないわけですよ。すぐなくなる。そのマーク。びっくりするぐらいすぐなくなるんですよ。アプリ開いた。あ、数字出てんな。あ、もう誰かが取ったっていう。うん。ま、取りに行く前に、そのスポットに取りに行きますみたいな予約ボタンがあるんですよ。で、ここに取りに行きますっていうボタンを押せば、まあ、1時間以内に取りに行けば自分がもうその専用に取り行けるという。そのマークがそれから消えるのが早い早い。すごいですよ。もう、そこいら中に、そういった人たちがいるんじゃないかっていう。うん。だから実際いるんでしょうしね。そう、だからめちゃくちゃ考え甘かったっすね。そう。で、1個55円だから、なんかわざわざ取りに行くのも違うじゃないですか。ね。その遠回りしてとか、そのわざわざ時間かけて30分かけて、じゃあその55円の1個取りに行くって、そしたらね、時給100円ぐらいの、計算ですから、あくまでも何かの延長線上で取りに行かなきゃいけないっていうことなんですけども、そう、でも、これ取れなきゃ取れないで、ちょっとやっぱ腹立ってくるんですよね。このゲーム性というか。そう、それで、やっぱりこう、人が稼働してる時間帯、出勤時とか退勤時っていうのはやっぱり常にこう変動があるんですけども、やっぱり夜とか、うん、夜中早朝とかだと、なかなかそれをね、する人が少ないから、取りに行くこともできるということなんですけども。まあでも、例えばこの近くのコンビニに1個余ってます表示が出ても、1個じゃ取りに行かないよと。ね。50円じゃ取りに行かないよって人もいると思うんですよ。で、たまにまとまってその4個とか5個とかマークが出たらもうそれこそがすぐもう予約入ってみたいな。そう。だから、地図のアプリとずっとにらめっこしててもいいんですけども、それをやるぐらいだったら、普通に配達を一件こなした方がもう十分それを賄いますんで、そう、本末転倒というのはまさにね、このことでございますけれども、そう、だから、たまたま今、自分が荷物をね、取りに行くところの近くのコンビニにあるとかだったら、あ、予約してみたいなことが成立されると思うんですけども。そう、だから、当初描いてたその1日のお食事代ぐらいにっていうのは、ちょっともう難しいかな。うん、まあでも、まだちょっとやり始めたばっかなんで、コツとか、愚痴みたいのもまだ一切出ていないので、うん、まあ徐々にちょっとね、その辺の、出てきたらまたお話はしていこうかなと思うんですけれども、まあ、皆さんの、エリアにもあるし、めちゃくちゃ気軽にできる、手軽にできますんで、皆さんも登録して別にやらないってこともできますんで、うん、なんかそのたまたま50円ゲット、100円ゲットみたいなのは、通勤時で電車とか使ってる方とか特にね、しやすいと思いますんで、まあ、もし興味ある方は、ぜひ調べてみて、やってみてはいかがでしょうか。はい。というわけで今週のバッテリー情報でございました。さあ今週もエンディングでございますけれども、まあ告知といたしましては、今月3月29日の金曜日、東村プロライブ春の陣がございます。こちらもね、ちょっと SNS の方で久しぶり見に行きますなんて方もいたり、初めて見に行きますなんて方もいたりで、ちょっと、自分としても楽しみな部分はあるんですけども、ちょっと気合い入れてね、ネタも作っていかなきゃななんていうふうに思っております。そしてですね、まだ日程の方は未定でございますが、近々、まあ、おそらく4月ですね、こちらも前回やったね、 DB 原理地下研究所というライブの第2回を行う予定でございますので、また日程の方出ましたら SNS 等でお話の方させていただきます。そして
5月になると思うんですが、ちょっと新しい、ライブがですね、行おうということに今なってます一応、はい、ですのでまたこちらも正式に決まりましたら、改めて告知の方させていただきます。すいません、未確定なものばかりで大変申し訳ないんですけれども、はい、といったわけでございまして、まずはねちょっと皆さんその P グッズの、動画の方ぜひね楽しみにお待ちいただければと思います。はい、それでは岸でございました。おやすみなさーい。